こんにちは、モーターボートレーサーの上原慎二です。ボートレース三国、実三国モーターボート大賞地区代表戦で行ってきました。帰ってきました。今回はね、台風の影響でね、早めにね、福井の方に入りまして、福井駅前でしょ、阿良温泉に2泊、そして宿舎に6泊して、合計9泊の長期滞在のシリーズでしたね。もう一回行こうか今回はね、台風の影響でね、ちょっと早めにね、福井に行きまして、福井をね、しっかりと堪能してきました。恐竜博物館は痛いでしょ、エイジも行ってないでしょ。まあ、何したのかって言ったらね、まあ、温泉、お風呂入ってビール飲んで、温泉入ってビール飲んでっていうね、まあ、そんな楽しみ方でしたけどね。今回引いたモーター52号機は 31.3%、 ボートは20号機の 36.3% でした。この52号機は前回福岡の中渡修作くんがね、使用していましたけど、成績を見る限りではちょっと苦戦してたかなっていうようなね、ちょっとそういった成績になっていましたね。プロペラをね、見てみたらね、ちょっとこの時期にしてはちょっとピッチがきつい、ちょっと回転を抑えた感じのね、プロペラでしたね。全件そのままね、乗ってみましたけど、特に違和感があるわけじゃなし、あ、意外とピッチきつくてもいけるのかなっていうようなね、そんな感じではあったんですけど、ちょっとね、お腰の感じをもうちょっとスムーズにしたいなっていう感じがあったんでね、プロペラをね、片面だけね、ちょっと最近走ってる形にね、切り替えたんですよ。それで初日の朝乗ったらね、お腰がカツンときて、あら、なんかいい感じだなっていう、まあね、ちょっとそんな感じだったんですよ。ただもうちょっとね、伸びが欲しかったですね。このレースもね、5番の森田さんがね、やっぱちょっと伸びるんですよね。このちょっと伸びをね、つけたいプロペラ調整がうまい感じにね、はまらず、前半戦4着、4着、4着、6着、もうなんか逆方向行ってたんでしょうね、でもきっとね。ここでね、ちょっとプロペラをもう一回一からやり直して、まあ結局回転あげたんですけど、なんかそっから良くなったかなっていう感じですけどね。この12レースの時はまだね、伸びに不安があったんでね、なんとかスタートも足して、まあ、3番がまくってたところをしっかり刺したいなと、まあそんな感じで思っていましたね。まあ、スタートはね、思い切っていけたんですけど、スタートした瞬間にね、あれ右側の消波装置が近いぞみたいな、俺外にめちゃめちゃ張ってないってね、まずそこでしたね。ね、ご覧のように外2艇はまあかなりきつい状態になっていますね、これね。まあちょっとね、外に張りすぎてちょっと迷惑かけましたが、まあ僕的にはまあしっかり懐を取っていい感じでね、させる位置にはいたんですけど、まあもうちょっと踏み込み甘く角度悪くね、ちょっと2番に当たりそうで、なかなかスピード持ってさせなかったですね。まあこのレースはまあなんとか粘って4着ということでゴールしましたが、今節はね、予選は通過することできず、残念なね、結果に終わってしまいました。次はね、また切り替えてね、しっかりとね、走っていきたいと思います。ボートレース三国には約2年半ぶりにやってきましたけど、その間にね、新幹線も通って駅も綺麗になってましたね。今回はね、福井駅で日本酒をさっと飲んで、醤油カツ丼でしょ、越前そば、湯煙横丁でご飯食べたでしょ、阿波温泉で温泉使って、まあちょっとね、楽しんだんですよ。でもね、福井はね、ちょっとパワーアップしてますね。越前鉄道の恐竜列車、これね、知らなかったなぁ。ねえ、早めに知ってたら予約して乗ってたのになぁと思いながらね。あと XR バス、イコッサ福井号っていうバス、これもちょっと知らなかったなぁ。これも、もう早く知ってたら予約してたなぁって感じでしたね、これもね。あと、東尋坊の、東尋坊サンセット2024。これもね、なんか綺麗なんですね、これね。わあ、これも行ってみたいなって感じで。次はね、観光でね、福井をね、訪れてみたいなと思いましたね。今節の優勝は滋賀の丸野和樹くんでした。おめでとうございます。次節はですね、10月の22日よりボートレース2を走ります。今、つでね、記念レースしてるんでね、記念レースで活躍したエンジンを引けるよう、集中して抽選したいと思います。それでは。